皆さんこんにちは、羽川龍也です。ということで今回なんですけど、もう俺関東に来て6年が経つんですけども、一度もこの夏お祭りを楽しんだことがありません。というのも僕って人混みが苦手だから、本当にそういうところで一人で楽しむっていうことがまずできないし、だけど関東のお祭りデビューがしたい。なぜ人混みが嫌いなくせしてお祭りに行きたいかというと、福島のお祭りは大したことないんだけど、関東のお祭りって人もたくさんいて、都会だからすごいたくさんなんか大きなイベントとかやるんじゃないかなと思って、今日僕は関東のお祭りを一度だけデビューしに行きたいなと思って、今回はカメラを回して撮影に行きたいと思う。ということで今回の企画、シートイでしか野菜の食べ物は食べられません。次はい、ということで今お祭りにやってきたんですけれども、いやマジ熱い、ほんとマジ無理。なぜ今日こんな企画を考えたかというと、僕はご飯を作ることがとても苦手で、夜ご飯を作るのが嫌だから、今日はお祭りで食べ歩きをしていきたいなという企画にもなっています。最初は1品目は自分で食べたいものを食べて、1品目の語尾につく文字でしりとりをやっていきたいなと思います。まず今日モフモフとさコラボする予定だったんだけどさ、僕プライベートがうまくいかなくてさ、人間関係ってやつ普通に、だから今日は一人で撮影していきたいなと思います。ということで今から食べ物を食べていきたいと思います。長旅になりました。あ、いいかもしんない。最初マジ焼きそば先行きましょうか。一番俺焼きそばが好きなんで、焼きそばを食べに行ってからにしましょう。全くメイン通りでも人が多いだけで大した屋台は出てません。え、また普通に焼きそばなくない？いやでもそれ難しいな。熱いな。おー、ありがとう。暑いな今日な。はい、え、焼きそば見当たらんけど、どこにある？はい、写真撮ってください。え、焼きそば探してるんだけど、焼きそばどこにあるかわからん。あっちの方にありますよ。おと、俺今日マジご飯食べてないから食べたいんだよ。もう焼きそばがね、なんか向こうの方にあるということなんで、その向こうの方にちょっと歩いていきたいと思います。見つかりました。焼きそばが見つかりました。すいません、焼きそば一つください。お祭りに来たら絶対やっぱ焼きそばって頼まなきゃいけない。男は絶対焼きそばということで、ね、食べたいと思います。いただきます。うん、ジューシーやば。この野菜いらねえ。これは幸せやわ。マジ人間関係と関わってくよりもマジでこういうのを一人で食べてた方がマジ幸せ。で、一つ思うのは、関東に6年住んでるけど初めてこういうお祭りに来たんですが、大した別に面白いわけでもないな。めちゃめちゃ暑いから楽しめないっていうのもあると思うんだけど、気持ち的になんか東京ってすごいなっていうイメージがあったから、個人的には結局は福島のわらじ祭りとあんまり変わんないし、むしろ田舎の方がでかいって感じがしますね。ということで今食べ終わりました。次は焼きそば、バナナ行きたいと思います。ということでチョコバナナを見つけていきたいと思います。次はバナナを食べたいと思うんですけど、チョコバナナが全く見当たらない状況です。人混みめちゃめちゃ苦手なんで、すごい歩くの大変なんですけれども、まあ、この中しっかりチョコバナナを見つけたいと思います。チョコのチョじゃないんですけど、バナナを見つけていきたいと思います。いやマジでバナナ見つからん、もうきついマジで。なんか金出すの嫌だからさ、誰かの金で買って食べようかなマジで。あ、バナナチョコ見つけたんじゃね。ほら見つけました、バナナチョコ。この長蛇の列に並びたいと思います。 YouTuber なの？はい。いいね。知ってる？知ってる知ってる。何歳何歳？み28です。めっちゃ若い。17かと思ったよ。俺は料理が苦手なんで、はいはい、夜ご飯が食べられないんですよ。だからここで買ってかないと今日はお腹空いてしまうという企画です。はい、ごめんねごめん。でもこれスーパーボールの列やで、あんた早く言わんとダメや、そういうの。はい、じゃあ1本いただきますね。これ今出来たてですよね。そうですよ。え、めっちゃドロドロですよねこれ。はい、ありがとうございます。これ、いやチョコバナナを今まで食べてきたけど、初めてこんなドロドロのチョコバナナを食べることあります。いやマジやばくないこれ。え、マジマジ、え、マジもう適当すぎねこれ。しかも普通に虫歯になりそう。いただきます。うん、家でもできるわこれ。ということで今から母に電話していきたいと思います。パパ、今ヨノのお祭りに来てるんだけど、今しりとりをしながら食べ物を食べてるんだけど、人混みも多いし、なんか食べようと思った食べ物全く食べれんわマジ。今焼きそばを食べて、焼きそばの次にバナナチョコを食べたのね。普通さバナナチョコってさ、あのチョコレートって固まってるやん。めっちゃドロドロのまま渡せられたんだよね。マジさ、歯とかめっちゃさチョコまみれでさ、もう最悪。チョコバナナ、中から続く食べ物ってさ、もう
もうさ屋台に見つからんよ。だから何を食べればいいかパパに電話した。ナタデココ。ナタデココなんてあるわけないだろ屋台に。パパからナタデココのヒントをいただいたんで、今からナタデココを買いに行きたいと思います。じゃあパパありがとう。よし、ナタデココを探しに行きたいと思います。次、てかあの親父マジバカじゃね。ナタデココなんて売ってるわけないだろ屋台に。どう考えたって探す方が大変だわ。バカじゃね本当に。母の方が良かった。やっとファミマ見つけました。ということで今ねやっとファミリーマートから出ることができました。ということでファミリーマートにいた時間なんですけども、30分以上いました。めちゃめちゃ並んでて買うことが全くできず、ナタデココを買うことができました。シャインマスカット、こちらシャインマスカットのナタデココになります。めっちゃ美味しい。完食。よし、最後コで終わる食べ物を食べたいと思います。氷。今からかき氷を食べに行きたいと思います。で、ただ屋台の店自体がかき氷っていう店じゃなく、ちゃんと氷で探さないとまずいので、次は氷という食べ物を探したいと思います。氷だけである食べ物があったらマジでもうコンプリートだと思って、マジこれ最後ね。今現在18時23分なんで、日差しも落ちてきた頃なんでちょっとは涼しくはなってきました。もう全然見つかんないですけど、待って、やっぱ神様って見つけてないわ。見つかりました。氷。こちらのかき氷は自分でシロップを入れるタイプですね。ということで最後にかき氷じゃなくてちゃんと氷という食べ物をゲットすることができました。見て、味でかき氷。かき氷って全部のシロップの味が一緒って知ってました？みんな。いただきます。お祭りは関東も福島もそんなに変わんないということがよく分かりました。それでは家に帰ってゆっくり風呂に入って今日は休みたいと思います。この高評価ボタン絶対よろしくお願いします。